はいどうも、イズログのイズです、今回は、まあ、僕もアーケードゲーマーではありました。特にね、小学校の時、まあ、中学生の時かな、まあ、部活が忙しくなってからは全然行けなかったけれども、まあ、中学生の時すでにもうネオジオのロム版をやってたっていう結構変な、結構ブル状な中学生でもあったので、やっぱりこの憧れに勝てずネオジオミニ購入してしまいました。で、特にね、ネオジオロムを大学卒業して就職した時に手放してしまったので、まあこれはすごく大きなことですね。で、今日はこちら。純正のネオジオのミニのコントローラー変換のコンバーターと、まあ雑だなぁ、これ。まああとはマイフラッシュのこの互換用のコンバーターをちょっと試していこうかなと思います。で、試すコントローラーはこちら。まあ、中国、うん。まあ、一応安かった3000円くらいのやつだね。で、4 in use, USB スマート、テレビ、P2、プレステ2、プレステ3。まあ、一応これが兼用とかでね、よく使えるっぽいので、まあ、これで試していきたいと思います。これがですね、まあこれだよね。新品の状態で開けて、まあ全然まだリドバしながらだからちょっと使えてないんだけど、なんか新品なんだけど、新品なんだよね。新品なんだけど、なんでだ?なんで、使用感があるのかが、わからんっす。新品で買って、どうしてこの使用感があるの?このボタンとかさ、傷だらけなんだよね。まあちょっとわからない、わかりづらいけど、結構、うん。わかるかな?指紋、ベタベタだね。はい。まあ、いいか。まあ、このコントローラーの特徴としては、なんかこれ結構強引なものがあるんだよね。これ二股で分けて、これでプレイステーション2と、で、この USB でプレイ2じゃない、プレイ3か使えるんだよね。だとしたら、まあこれ一台でこと済むのかなという感じです。あ、下の吸盤が貼り付いて取れない。ああ。まあ、うっかりしちゃうとこれ吸盤が貼り付いちゃうので、ちょっとまあ遊びが気になりますが、まあ、ちょっとやっていきましょう。遊びは終わりだ!はい。ではまあこれ純正の方に繋いでます。まあまあまあ動きますね。まあ一応テストプレイかなんかで。この L1、L2 は認識してないのかな?モード。あ、これが認識しているということは多分、ABCD かな?で、スタートボタン。あれ、スタートボタンもスタートボタンなんだ。まあ一応、じゃあ一応 A を押してみようか。一応スタートボタン押し。うん。レバーは、まあわかりづらいけど。まあ動いてますね。まあ一応、うん、多分 ABCD な気配だね。バトルコンフィグ。プレスセレクトボタン2イニシャライズってなんだ?なんか音はしてるけどなんだろう?イニシャライズって。プレイ
タイム、プレイタイム、ストライカー、これキーコンフィグは出ないのかな。このイニシャライズってなんだ、なんかガシャンって音がしたけど。バトルコンフィグ、まあノーマライズ、シングルプレイ、なんだろうな。まあ一応、まあできるっちゃできるっぽいね。まあちょっと華麗なプレイはもうできないんだ。まあ結構久しぶり。アナザー系ダッシュ。まあできるっちゃできるね。でもただキーコンフィグできなくて、ああ、撮影しながら。ABCD。これ、ジャックパン。これジャックパンだね。見えねえ。見えねえ。これジャックパン。これジャックキック。遠いな。で、今日キックか。なるほどな。まあ一応 ABCD だね。これでやると。で、この L2。L1、L2 はダメだね。まあ一応これはこれで OK。まあ一応2000でやったけれども ABCD のこっちの2つが使えないっていう感じでしたね。で、イニシャライズはちょっとわからないんだけど、キーコンフィグがちょっと出なかったね。まあできないのかな。まあもうちょっと雑にやっていきます。雑にね。で、次に、次はね、こっちの、まあ互換性のあるコンバーターをして、を使っていきたいと思います。で、これのネオジオミニで使う方法としてはこっち。まあ、ちょっと分かりづらいか。まあ、ここが黄色になるまで、まあ、このボタンだね。これを長押しして、まあ、モードをネオジオミニのモードにするという感じです。で、まあ、ネオジオミニの時は、このモードのスイッチが点灯しなかったんだけれども、まあ、こっちの場合には点灯をしています。まあ一応これもやってみましょうかね。まあ一応モニターでなんで繋がなかったんだっていうツッコミは正直ある。でもこのイニシャライズってなんだろうね。キーコンフィグはないのか。キーコンフィグないんだ。なんだろうな、どうすればいい。このイニシャライズって本当になんだろう。まあ一応なんだろうな、まあ一応これでゲームやってみましょう。まあ一応プラクティス。まあ一応このゲームのこのレバーなんだけど、これすごいね、遊びが大きい。なんだろう。やっぱりモノラル、アナログか、アナログのコントローラーの方が僕は好きですね。結構倒れんな。これが、わかりづらいけど、これが A ボタン、B、C、D だね。やっぱそうだもん。やっぱりここら辺を認識してくれないから、正直きついな。はい。と、まあ、あとなんかキーコンフィグ、出るやつは、あるのだろうか。シェア、PS。カスタマイズモード。カスタマイズモード。PS ボタンと、四角ボタン。まあ、これがちょっとね、まあ、これはもうちょいどうやって出るのか、それがちょっとまだわかりません。
わかりません。なので、ちょっとコメントでお前、バカじゃねえみたいな、こうやるんだよみたいなのをちょっと教えてください。すんません。